篠田麻里子の不倫問題。篠田麻里子さんの旦那ってところもできないですか？篠田麻里子さんの件で俺結構言いたいことすごくあって、これぶっちゃけ言っていい？まあこれちょっともしかしたら、カットするかもしれない。今カットできないから、まあ一か別に言っちゃうんですけど、まず篠田麻里子さんと、の不倫騒動の音声が僕ね、一番最初に来たんですよ。多分、音声あれ出したの、ガレッサさん、滝沢ガレッサさんってツイッターで有名なインフルエンサーの方なんですけど、僕のところにね、とある筋から来たんですよ。で、これを取り上げてほしいって言われたんですよ。で、まあ、音声一通り全部聞きましたと。で、まあ、ガレソさんが音声出してるんで、まあ、聞いてみてほしいんですけど、僕も全部、まあ、同じようなんです。バーって来たんですよ。で、聞いて、思ったのが、まず不倫っていうことについて。不倫ってさ、確かに悪いよね。ダメだよね。不倫絶対ダメだけど、僕がさ、不倫ダメだよねって言っても説得力ないじゃん。だってさ、倫理になりましたとか言ってるようなやつだよ。まあ、その時点で俺が言っても無理じゃねって思ったの。だってさ、青白王子がいきなり不倫ダメです、そんなことやるの許せませんとか言ったらさ、頭おかしかったんじゃないのと思われると思うんだよね。だからその時点で違うなと思った。ただ、まあ、ね、いろいろその、篠田麻里子さんがしたことがひどいんじゃないかみたいな、まあ、話があるんですけど、音声の中で俺思ったことがあってさ、なんかこれ言っていいのかわかんないし、ごめん、これすげえ世間と逆のこと言うよ。だからもしかしたら叩かれるかもしれない。これ切り抜きで待ってたらコメントで叩かんといてほしいんだけど、なんか、篠田さんの不倫相手って、まあ、篠塚さんってもう名前出ちゃってるんで言いますけど、まあ、リラックスっていうね、あの旅行サイトを創業した人なのよ。で、経営者としてはすごい人なの、優秀な人なの。で、その元旦那さんが言ってた中で、リラックスじゃないか、今は違う、レアトラベルになったのかな、まあ、その篠塚、レアトラベルの篠塚は、もう会社をバイアウトしてると。それで、一体エグジットして お金を得てるから、あんなに会社に対して無責任なんだ。あんな不倫なんてことができるんだ、みたいな。でも俺は一生懸命頑張ってお金がない中頑張ってるのに、何なんだ、みたいなこと言ってて、俺それ聞いた瞬間、まあ、確かに一般論としては、かわいそうと思うのかもしれない、かもしれないような気もするんだけど、経営者としては、俺それ言っちゃダメなんじゃないかなと思ってて、あのさ、だってさ、それキャピタルゲインだ。会社を創業してさ、会社をバイアウトしてお金を得たってさ、もう勝ち組じゃん。篠塚さんすげえじゃんってしか思わないのね、そこに関しては。すげえ世間と逆のこと言ってるよ、ごめんね。でもさ、それをさ、そんなことをやってるから会社に対して責任がないんだって、それ違うだろうと。会社に対して責任を持ってがやったから莫大なキャピタルゲインを得たわけだから、そこはさ、別になんか引き合いに出す必要ないんじゃないかなって。俺だったらさ、そんなさ、ふざけた人不倫しやがってふざけんなと。俺いつかあいつより絶対でっかい会社作って、絶対見返してやるからな、ふざけんなぐらい言うんだったら俺、ああ、いいなと思うんだけど、なんで俺は頑張ってるのにってなっちゃうと、まあ、そりゃ、なんていうの？なんて言うんだろうね。それは、なんか、まあ不倫したくないんじゃねえかなってちょっと思っちゃったのよ。ごめんなさい、本当にごめんなさい。はい、絶対これ叩かれそうだけど、でも俺そんなのなんか嫌だもんなって。同じ経営者だったらそう思うじゃんって思うわけですよ、うん。まあだから、まあ不倫してるかどうか知らないし、やってないって言ってるんでしょ。でもやってないはないと思うけどね。一応裁判の判例とかで2人でホテルに入ったりとか家に入ったら密室、2人で密室にいたらなんかやってるやってないはやってるってなんか判例があるから、まあやってないは通用しないと思うんだけど、なんつうの、なんかさね、なんか俺ちょっとそれで違うなと思っちゃったんだよね。だからまあ、その篠塚さんはある意味有名になっちゃってちょっとかわいそうだけど、まあ自分がしたことだからしゃあないんですけど、本当に優秀な経営者だと思うんだよ。で、クラブハウスで俺話したことあるけど、すごいいい人だったから、まあ、どっちの方持つわけじゃないけど、でも一つだけ外部の外野の僕が言うんだったら、同じ経営者としてエグジットしたことをなんか引き合いに出して、だから会社に対して責任がないんだとは違うと思うんだよね。うん。それでなんで俺は頑張ってるのにっていうのは、好きな人に言っちゃいけないんじゃないかなって思いますよ。うん、なんか、そう思いました。純粋に。はい、ごめんね、はい。で、篠田麻里子はどうですかって言われても、まあ、もう一回やったことあるんですよ。なんかね、別に二人とかじゃないんですけど、みんなでご飯食べたことあるんですよ、昔。でも結構なんだろうな、気さくで、すごいいい人だったなって感じ。別に連絡先とかも知らないし、交換したわけでもないから、みんながいる中でご飯食べたら中にいたって感じなんで分かんないけど、結構なんかいい人だったなっていうイメージですけどね。深くは知らないんで分かんないけど。はい、でもまあ大変そうですけど、今も頑張ってね、インスタとか更新してるらしいんで、誰かがツイートしましたけど、いい神経持ってて、はい。いいね、動じない心って大事なんだなと思いましたね、うん。ブー、あ、ごめん、だからそういうことを言うと叩かれるかもしれないから、あんま言いたくなかったんだけど、まあでも実際そうじゃね。だってさ、自分のさ、じゃあ彼氏とか旦那がさ、俺はこんなに頑張ってんのにお金がないのにって言われたらさ、サメね、女だったらやだよ、もう頑張れよみたいな話になるもん。だって会社経営者ってさ、頑張ったからどうかじゃねえからね、どうでもいいんですよ、そんなこと。頑張んなくても儲かって会社が成長して社会に貢献できたらいいんだよ。頑張っても儲かんなくて会社が潰れたら終わりよ、カスなのよ。社会に貢献なくなったらゴミなんだよ。社員からするとふざけんな給料払えってなるから。それぐらい実力主義だから、頑張ったかどうかなんてどうでもいいんだよね。うん。結果なんだよ。それが会社経営者っていう、そういうフィールドで生きてるんだから、それ引き合いなしはダメだろって思ったんだよ。うん。